サモア内戦は南太平洋のサモア諸島でサモア人同士が対立し合う中で勃発した紛争である。この戦争は大まかに1886年から1894年まで続き主にマリーとアラウペパまたアファイオセフォのどちらがサモア王になるかでサモア人同士で戦っていた。しかしドイツ軍が一部の局面で干渉した。また、 アメリカ合衆国、ドイツ帝国、イギリスとの間で海軍の膠着状態が存在した。1889年のアピアサイクロンにより、サモアに駐留していた6隻のドイツ船、アメリカ船が破壊されたことで、三国はラウペパを王にすることに決めた。ドイツは、東大の王、マリートア・ラウペパが散脱され追放された後、タファイファすなわち、サモアの王に選んだ魂瀬を守るために、 サモアで戦った。タマセセとドイツの同盟は人気があったサモア首長、またアファイオセフォが率いる対立派閥と対峙した。ドイツは新帝国と商業的な利益を拡大しようと目論んでいた。アメリカもまたサモアの商業的な利益を守ろうとして3隻の戦艦、バンデイリア、トレントン、ニップシックを島の監視のために派遣した。さらにイギリスも同様に 戦艦カリオペを派遣した。カイミロアに乗船中のハワイ施設とマリエトアラウペパ、ハワイ王国の首相ウォルター・ギブソンは長い間太平洋において帝国を樹立することを目標にしていた。1887年、彼の政府は植民地主義の権力に対抗するための同盟相手を探すために国産の戦艦カイミロアオサモアに派遣した。それは ドイツ海軍からの疑惑と乗組員の行動に対する当枠で終わった。1887年、マターファがいた反乱軍の村をドイツが砲撃し、アメリカ所有の財産を破壊したことで、アメリカとの緊張が高まった。ドイツが自らと対立する村に砲撃した後に、1889年9月のバイエルの戦いで、マターファの戦士が侵略中のドイツ部隊を壊滅させ、 彼らのプランテーションを略奪した。戦時中、アメリカ、イギリス、ドイツの戦艦はサモア危機として知られる、硬着状態にあった。1889年のアピアサイクロンにより、アピア湾のドイツ戦艦とアメリカ戦艦が破壊され、敵対行為が停止したことで、西洋三国は最終的にラウペッパをサモア王に復帰させることに合意した。しかし、 サモアの紛争は1894年にラウペパが復位するまで続いた。9年後、マリエとアラウペパが死去し、1898年に第二次サモア内戦が勃発し、再び敵対行為が発生した。しかし、この紛争は1899年の三国勘条約により、諸島が分割されたことによってすぐに終結した。ありがとうございます。